2012年第28回日本国際賞ジャパンプライズの受賞者の発表の記者会見を開催いたしたいと思います。第28回日本国際賞の受賞者の発表をいたします。まず健康医療技術分野は3名の共同受賞となりました。お名前を申し上げますが、シカゴ大学医学部血液腫瘍科教授ジャネット・ラウリー博士、オレゴンヘルスサイエンス大学教授ナイトガン研究所所長のブライアン・ドラッカー博士、そしてブループリントメディスン社の取締役科学諮問委員長のニコラス・ライドン博士、この3名の方でございます。環境エネルギー社会基盤分野ではインターメタリックス株式会社代表取締役社長の佐川雅人博士に日本国際賞をお送りすることになりました。2012年第28回日本国際賞受賞者審査の経過についてご報告いたします。一昨年ですね、11月に国内外の科学者約1万3000名に受賞候補者の推薦を依頼しました。全世界から総計429件、重複を除きますと369件の推薦がございました。その内訳は、健康医療技術の分野で237件、環境エネルギーは132件でございました。これらの推薦を分野ごとに設けました2つの審査部会で審査し、候補者の絞り込みを行いました。絞り込んだ候補者に関する国内外の有識者のご意見と審査部会によるさらなる審査の結果について答申を受けまして、審査委員会におきまして各候補の学術面の成果並びに社会への貢献度を慎重に審議した上で受賞候補者を決定し、財団の理事会へ推挙し、理事会において受賞者が決定されました。分子標的薬の先駆的な仕事となりましたのが、今回の受賞の対象となりました慢性骨髄性白血病に対する今に一部の発見ということであります。慢性骨髄性白血病の患者さんには異常な染色体が見られる、22の右横に矢印で示しておりますが、非常に小さな染色体が存在するということにまず気がつきました。この染色体はフィラデルフィア染色体と名付けられました。ジャネット・ラウリー博士がこれは9番目の染色体の一番左の染色体ですが、その一番下のところがの一部が切れまして、一方22番目の染色体のこれも下の方、まあ、長腕ですけれども、それも一部が切れて、でお互いにその部分が交換して新しい染色体ができたと、相互転座と呼ばれる現象をこのジャネット・ラウリー博士が発見いたしました。当時がんの研究者でありましたブライアン・ドラッカー博士とニコラス・ライドン博士は BCR エイブルキナーゼの活性を抑えてやればこの慢性骨髄性白血病を完全に治療できるのではないかという考えに至って、企業が持ってたたくさんのチロシンキナーゼ活性を阻害する物質をスクリーニングいたしまして、最終的にこのイマニチブが選び出されたわけであります。ラウリー博士、それからドラッカー博士、ライドン博士の以上のような業績は、健康医療技術分野の貢献を称える2012年日本国際賞に最もふさわしい業績だと考えます。ドラッカー博士をお呼びしたいと思います。I believe the future was targeted therapy, where we'd kill cancer cells without harming normal cells.
To do this, I believe we needed to figure out what was driving the growth of cancer cells and fix it. At the time, however, this vision was not shared by many. I wasn't just a researcher isolated in the lab. I was also a doctor who had patients who desperately needed this drug to live. With imatinib, we've turned a fatal cancer into a manageable condition. One of the best rewards of my job is every week I get to go to clinic and see patients who are thriving because of our work. I get to hear their stories, hear about their children and their grandchildren. What imatinib tells us is that by understanding cancer, we can develop effective treatments. We can't be patient. We must seize this momentum to reach the finish line of curing cancer. Thank you again for this very great honor. Lowry 博士とライドン博士からはメッセージをいただいておりますので、録音でお聞きいただきたいと思います。I am especially delighted to share this honor with eminent scientists who built on my discovery of the translocation and the work of others to develop a treatment that has turned this leukemia into a chronic disease for many patients. My family and I look forward to our trip to Japan in April to receive this marvelous prize with my colleagues. Thank you again for this great honor. それでは引き続きまして、ライドン博士からのメッセージをいただいております。The pioneering work of Noel Hungerford and Janet Rowley and subsequent work from multiple groups on the BCR Abelson protein kinase established the pathogenesis of Philadelphia chromosome-positive leukemias. This body of research was the foundation for my own translational work on BCR Abelson inhibitors. While at Ciba Geigy, I began to collaborate with the laboratory of Dr. Tom Roberts at the Dana-Farber Cancer Institute, Boston. This led to my first meeting with Brian Druker, and set the stage for our subsequent close collaboration on imatinib. I thank you for this great honor and hope that it will inspire young scientists to work on translating their own basic discoveries into treatments that have an impact on patients' lives. Thank you very much. それでは引き続きまして、環境エネルギー社会基盤分野に移りたいと思います。現在、最強の永久磁石が佐川正人博士が発明されたものでネオジム磁石で、おそらくこのあとこれより強いものは当分は出てこないと言われているものでございます。これが佐川博士が見出されたネオジム磁石、ネオジムと鉄と宝素からなる磁石の構造でございますが、この構造というのが1978年に当時の磁石の研究家として有名であった浜野博士という方が講演の中でですね、鉄を使うといいんだけれども鉄と鉄の距離が近くなりすぎて磁石が耐熱性が上がらないということを言われたことがきっかけで、佐川博士は炭素とか宝素のような小さな原子を入れるといいんではないかということで各種試みられてこの構造にたどり着いたというわけで、この強力な永久磁石がどういうところで使われているかといいますと、電気自動車あるいはハイブリッド自動車では小型で強力な磁石があることで駆動力が発生するわけでありますし、ハードディスクその他でも小型の強力な磁石を使ったモーターが役に立っているということでございます。佐川博士は日本国際賞の環境エネルギー社会基盤分野の貢献を称える2012年日本国際賞にふさわしいと考えた次第でございます。それではここで佐川博士をご紹介したいと思います。佐川先生どうぞ。どうもおめでとうございます。この度の受賞はネオジム鉄宝素磁石が現在の社会に役立っていることに対する検証であるとともに、今後ますます発展して地球温暖化防止に大きく貢献していくことへの激励です。ハイブリッドカーや電気自動車、空調機、風力発電機などへの巨大需要に向かって応えていくためには、解決しなくてはならない課題がいくつかあります。私は世界の磁石材料研究仲間とともに、人類の平和と繁栄が
実現されるという人々の期待を確かなものにすることに貢献したいと思います。人々に役立つものを頭の中から生み出せる科学技術者という職業は素晴らしい。この度の私の受賞により若者がこのことを実感し、科学技術者を目指す若者が増えることを強く願っています。ありがとうございました。